いつ連れてきちゃ。光月おでん、その白イノシシ俺によこせ。こんなチビ一匹のために本当に都が。だから俺によこせと言ってんだろ。いや待ってくれ、これは一発金に変わるイノシシ大金だ。山の神が人里に降りてくるときは唯一子供をさらわれたとき。山の神の怒りを鎮めねば小さな白イノシシを探し出すのだ。お父さん、おめえの探し物はこいつじゃねえのか、イノシシ。シシ鍋にしようか。おでん二刀流。大したやつだ。帰るぞ。